これで新たな道。新しい。Thank you.
ジェラルトさんが君を探していたようだぞ。騎士団長の部屋の近くで会ったのだが、もうどこかへ行ってしまったかもしれんな。もし部屋にいないようなら誰かに聞いてみてくれ。君に頼みがあるのだが、君に頼みがあるのだが、あなたは自分に秘められた力に戸惑っているかもしれませんね。ですが私は信じているのです。あなたがその力を正しく行使し、主より授かった尊い使命をいつか必ず果たしてくれると。願いを聞いてくれますか？先生、師匠を探してるのか？さっきまで騎士の間で誰かと話してたよ。相手はよく見えなかったけど、多分女性の騎士だったと思うな。ああ、先生か。今度時間、学級は違っても生徒は…そうだな。ジェラルトさんか。誰かの墓参りに行くと言ってたよ。大修道院に併設されてる墓地があるんだ。そこに行ったんじゃないかな。墓地の場所？どこだったっけ。セテスにでも聞けばわかると思うが。頼みを聞いてくれないかい？ねえ。依頼したいことがあるのだが。頼もしいじゃないか。助かったよ。ああ、いらっしゃい。またいつでも来てくれよ。あのお魚さんはなぜああやってじっと釣り上げられて食べられてしまう。あ、
先生、私もその中に入りたかったですわ。お願いを聞いていただけるかしら。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わった。それでいいか。よし、それでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。戻ってきたのか。墓地の場所？もちろん知っているが、少し入り組んだ場所にあってな。行きたいのなら教えるが。
よろしい。では道順を教えよう。最短の儀は大変良い死ぬそんなことにならない。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。私の会話に慣れてきましたね。
そうだな。私はロタボ聞けば。絶対落ちない。おい、おう、おう、お前も誘うつもりで探してたんだが見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんが眠ってるのさ。ん？ああ、当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが、そういやお前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だったよ。それに花が好きだった。俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。よくやってくれた。感謝する。あいつは自分ですが、主より授かった尊い。剣だなんだ振り回すなんて今までで一番心臓が縮んだ経験でしたよ。聖人たちの棺に傷がついてないといいな。ああ、魔法も使ってませんでしたっけ。1年後まで入れないなんて拷問ですよ。ありがたくいただきますよ。あなたの働きに感謝します。
え？何か用か？それでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいが聞けた。何か正方形正方形の件の管理に問題はな。次の図お願いしますね。あなたですが主よりー
全粛正方それにいつかします。はじめどれほど力になれるも、聞きたまえ。あら、それいつかこのくらいと、なんだかこのまだまだ、最後まで飽きなきゃいいけど、褒められない。お、極める、どうかな。私リカ、おリリゴ、質問があるんですけど。なるほど、ありがとうございます。先生、
二人で一緒にがこの結チートは強くなりゃいいんだが、こういう積み重ねも大事よ。おう、待っていたぞカスパル。フェルディナントじゃねえか、待ってたって。何、君に本当の正義を教えてやろうと思ってね。本当の正義だ？俺の正義は偽物だって言うのかよ。それはまだわからないさ。先日君は町で強盗を捕まえたと聞いた。それも老人が営む店に現れた強盗をだ。まさかとは思うが、店で暴れてはいまいな。おいおい、それは俺を舐めすぎだぜ。強盗が現れやがった時、店のじいさん腰抜かしちまってよ。そんなんでさらに俺が暴れたら、じいさん気絶しちまうかもしれねえだろ。だから強盗に俺の金を渡してやったんだ。今日はこれで勘弁しろよってな。おお、君とは思えない殊勝な行動だな。そしたら強盗のやつ店から出てってくれたんだぜ。まあ店から出た後にすぐ追っかけてとっちめてから金は取り戻したんだが、はあ、訂正しよう、実に君らしい行動だった。だが待て待て、次はお前の番だぜ。俺だってお前の話を聞いたんだ。私の番とは何だね。ちょっと前によその兵士を殴ったんだろ、それも街中で。待ちたまえ、君の言いたいことは分かった。だがそれは誤解だぞカスパル。誤解だと？ああ、あれは街で露店を見ていた時だった。明らかに粗悪な品を並べる店があってな、調べようとした矢先、どこかの貴族の私兵が店主を捕らえて引きずっていこうとした。普通に考えれば質の悪い武具を売った店主を捕まえたという状況なのだろうが、どうしたことか私は思わず店主を助け、兵士たちをのしてしまったのだ。やるじゃねえか、気分上がりそうだな。それそういう問題ではない。とにかくその後で店主に事情を聞くと、どうもその店主は素人で貴族に騙されて粗悪な品を売っていたようなのだ。それが発覚しそうになり、貴族は口封じのため兵士を送り込んだということらしい。あれってそういう話だったのか。お前が貴族の部下をいきなり殴ったって聞いたから、俺はてっきり。いや、そこは否定すまい。私は貴族としての自分を忘れ、本能に従ってしまったのだ。それのどこが悪いんだよ。あ、俺に似てきたんじゃねえか。うん、君の方こそ私に似てきたのでは。強盗を捕まえた時に見せたという配慮、以前のように本能に任せずしっかりと貴族らしい判断ができている。案外俺たちはお互いのいいところを吸収しちゃったりしてんのかもな。共に正義を追求し互いに高め合う二人、燃えてきたぜ。正義を追い求める相棒か。まあそういうことにしておいてやろう。